神様はビューティフルゲームをする。さあ始まるぞサッカーシーズン。素晴らしいイケメンの男性陣、そしてチャーミングな女性陣、さらにはですね、今回演出家も踊っちゃうのっていう感じのイケメン演出家をご用意いたしました。演出をします藤田俊太郎です。素晴らしいキャスト、個性的なキャストの皆さん、素晴らしい台本、素晴らしい音楽、素晴らしいスタッフ、それを超える素晴らしい演出を稽古場からしていきたいと思っております。今回ジョン役を務めさせていただきます馬場徹です。今回主人公なんですけれども、やっぱりこれだけ皆さん本当に素晴らしい方がいて、なぜ僕が主役なんだろうっていう、その風格で、はい、その風格で、その風格で、はい、初めまして北千穂です。メアリー役をやらせていただきます。どんな時も一緒だと約束したね。アイルランドのその人々の葛藤を皆さんに素敵な音楽に乗せて伝えられたらいいなと思っています。頑張ります、よろしくお願いします。デル役の平方元気です。さっきそこの控え室で皆さんといろいろ歓談話をしていたんですが、なんか高校生の部室のようで、とてもなんか和気あいあいと話をすることができて早く稽古したいなと思いました。フランクリナです、どうぞよろしくお願いします。私が演じる役は今まで演じたことのない役になりそうなので、すごく楽しみにしています。ベルナデット役をやらせていただきます野田久美子です。夢に見ているの二人穏やかに。このザ・ビューティフルゲームっていうミュージカルのお話をいただくちょっと前にすごくフットサルにはまりまして、お家には今フットサルボールが2つとユニフォームが全部揃っています。で、今回の作品で女の子もリフティングするのかなと思い、今3回までできるようになったんですけれどもないとは思いますが谷口優奈です、プロテスタント少女役、少女役でお間違いないですか。間違いないです。大丈夫ですか、はい、藤田さん大丈夫です。間違いないそうなので、本当にそれをやるらしいんですけれども、すいません、名古屋島です、よろしくお願いします。僕はちょっとね、悪の方の役なので、悪を強くやっていきたいなと思っております。藤岡正明です。ジンジャー役をやらせてもらいます。デリケートでな少年、少年ということで、はい、火薬の匂い消え銃声途絶える。藤岡さんの歌が素敵でね、この美声に憧れてね、本当にいつも聞き惚れておりますよ。密かにライバルと思っていらっしゃる方はいらっしゃいませんでしょうか。いらっしゃいましたらぜひ。すごいバチバチしてました。今バチバチ吉原さんと小野さんがね、出ましたよね。いやすごかった。バートールさんとは同じ作品をやったことあるんですけど、共演するのが今回初めてで、以前はダブルキャストで同じ役をやっていたので。火花散らすなや。作品が多分ライバルになっていくんじゃないかなと、多分この作品は難しいから何年間もやってるんじゃないかなと俺は思うんですね。そこをどうこの日本に、今の日本に残していくかっていうのがうちらの勝負になってくるんじゃないかなというところが、ライバルになると思います。今回のビューティフルゲームでは大塚さんと恋人役なので、なんか濡れ場もあるみたいで、濡れはちょっとね、それを楽しみにしてるんですよ今。たくさん大塚さんの唇を奪っていた。おお、年上なんで、受けてたと思います。はい。